まった。今夜は名探偵は一人ぼっち。これ本物？当たり前でしょ。バカお前。突然現れた見知らぬ彼女。いい加減にしろよ。出会いは恋と大冒険の始まり。あら嫌ですって言ったら。怖い怖い。偽札事件、殺人事件、追われ追われてギャングがいっぱい、危険がいっぱい。大慌ての名探偵、ちょっぴりひょうきんにコメディサスペンス。死ぬのは私だけでたくさんだわ。今度そういうこと言ったらな、今度そういうこと言ったらプロポーズするからね。変な脅迫。ナショナルセキュファンヒーター。ナショナルの店で特選品フェア。11月24日、世界の代表をこの日、日本に招いた。2400メートルの世界選手権、第5回ジャパンカップ。お父さん、お母さん、お姉さん。バスクリンは薬用です。この放送は日本ビックス、カルピス食品、P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。駆け落ちしたことある？ない。だろうな。あれは相手がいないとできないことだからね。ところが僕は相手もいないのに駆け落ちしなきゃなんなくなっちゃったんだよ。しかも確かに僕が駆け落ちするかどうか高校のクラスメートが見届けようってことにまでなっちゃってさ。正直言って今僕は非常に困ってる。え？どうしてそんなことになったかって。それはそもそも本当につまらないことからだったんだ。今からちょうど1週間くらい前かな、昼休みに僕は本を読んでいた。それは17歳で不治の病に倒れた少女とそれを励ますボーイフレンドとの、それは悲しい悲しい実話小説で、とても涙なしには読めない話だったんだよね。酒井、何やってんだお前。なんだよ鶴田かよ。お前泣いてたの？泣いてなんかねえよ。嘘つけ、目が真っ赤だぞ。え、なんだよその。なんでもねえよ。お前本なんか読んで泣いてたわけ？バカ、俺がそんなことで泣くわけないだろうが。そりゃまあそうだな。当たり前だろ。じゃあどうして涙なんか浮かべてたんだ？いや、お前が涙浮かべるなんてなんか大変なことでもあったのか？そりゃ、まあ。なんだよ、一体どうしたんだよ。いや、実はさ。ん？これ、他の奴には絶対内緒にしてくれるか？ああ、命にかけて誓うよ。実はさ、俺好きな女の子がいるんだよ。女の子？ああ、俺たちは愛し合ってる。だけど彼女不治の病でさ、あと半年の命だって言うんだよ。本当かよ。本当なわけはない、小説の中身の話だ。俺としてはさ、どうせ助からないんだったらせめて最後の時まで二人きりで暮らして彼女を幸せにしてやりたいんだよ。わかるだろ？ああ、わかるわかる。だけど彼女の両親そんなことしたら寿命を縮めるだけだって許してくれないんだ。それはうちの両親だってそんなこと付き合えば傷つくだけだって猛反対でさ、今じゃ会うことさえできないんだ。そっか。俺としては
彼女と二人きりで人のいない静かな山の中で手を取り合って死ねたらどれだけ幸せか、そう思ってんだ。お前のその気持ち分かるよ。でもダメなんだよ。もうどうしようもないんだよ。そうか、分かる。お前のその気持ちよく分かるよ。こいつもほんと単純なやつだと、そん時はうまくごまかせてほっとしたんだけど、ところがその翌日になって。なんだこれ。私たちクラス全員のカンパしたお金。カンパ12万ちょっとあるわよ。気持ちよく受け取ってくれよ。おい、一体何のことだ。酒井、とぼけなくたっていいんだよ。約束を破って申し訳ないけど、君と彼女のことみんなに話したんだ。何？私たち感動したわ。断然酒井君とその発行の彼女との声実らせてあげようって決議したの。いや、それは彼女と逃げろよ酒井。あ、そして最後の時までさ。そうよ、彼女を幸せにしてあげてね。いや、だから頑張れよ。俺できるだけのことするよ。私もする。頑張ってね酒井君。無事に天国まで行けよ。頑張ってね。頑張れ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 よ。頑張ってね。しっかりやれよ。てなわけで、僕は相手もいないのに心中までしなきゃなんない羽目になっちゃったんだよ。こいつら僕が意もしない彼女と列車に乗るのを見届けるまで全然帰ろうともしないし、弱った。全く弱っちまった。変ね、約束は10時だったのにね。もう30分も過ぎてる。急に病気が重くなったのかな。ね、彼女じゃない？ごめん、遅くなっちゃって。は？だいぶ遅れちゃったわね。いや、何をキョロキョロしてるのよ。君は。分かった、行こう。よかった、うん、さあ、学校帰ってみんなに報告してやろうぜ。うん、ねえ、君は一体。あなた、ロッカーから荷物を出してきてくれる？俺が？お願い、急いでるの。いや、そりゃいいけどさ、君一体誰？そんなことどうでもいいでしょ。早く言ってよ。俺君のこと全然知らないさ。黙って早く言って。これ本物？当たり前でしょ。私はここで見てるわよ。逃げようなんて思わない。分かった。分かった。分かった。分かりました。たくよ。重て。何が入ってんだ。そのカバンは上のか。あ？あの。中見せろ。なんであんたたちに。嫌ならいいんだぜ。逃げるのよ。
大丈夫だ。疲れた。お客さんどちらまで？ホテルエミナンスお願い。おい、一体どうなってんだ。ホテルに着いてから説明するわ。説明ったってな。あなたお名前は？酒井健一。私倉原みどり、よろしくね。よろしくね。冗談じゃないよ。こんな妙なことに巻き込まれてさ。男でしょ、ぐじぐじ言わないの。なんか変だと思ったら、俺のバッグ駅に忘れちゃったよ。ドジね。冗談じゃないですよ。あの中にはね、俺の全財産が入ってたわけ。全財産？そうだよ。じゃああなた、家出てもするつもりだったわけ？いや、それは、その…ともかく、今更しょうがないわよ。諦めなさい。諦めろ？大きな声出さないでよ。とにかく今キーを取ってくるから、そこで待ってて。冗談じゃないですよ。やった、うまくいった、うまくいった。それどころじゃないの、大変なのよね。どうしたの？酒井のやつに富士の病のガールフレンドがいるなんて嘘っぱちらしいんだ。え、私たち気になって、酒井君の相手の女の子っていうのを調べてみたわね。そしたらさ、そんな女の子病院にもどこにもいないのよ。なんだって？ほんとそれ。ああ、なんだかおかしなことになってきちゃったよな。お待たせ、うん、ねえ、ほんとにイライラしちゃったわ。何が？前の外人、フロントに大勢人が待ってるっていうのに、旅行者から聞いたのと部屋代が3ドルも違うって文句を言ったのよ。3ドルよ、たったの3ドルのために散々粘ってるんだもの。へえ、君英語わかるんだ。うん、しばらくイギリスにいたことがあるの。何よ、そんなに見つめないでよ。あ、いや。あ、お腹空いたでしょう。うん。ルームサービスでも取りましょうか。ルームサービス、ね、あ、一番安いやつでいいや。男でしょ、ケチケチしないの。別にケチで言ったんじゃない。あ、もしもし、ルームサービスお願いします。はい。一体何なんだよ。しかし、酒井のやつなんであんな嘘言ったのかな。そういや、彼女と心中するって割にはどっか心中しなかったよ。でも上野駅では確かに女の子と会ったんでしょ。うん、それが俺にも不思議なんだよね。そう言われてみると、あの時の酒井君少し変だった。
なんか彼女に対してよそよそしかったし、それにいろいろと変だった。そう。おい、上野駅で何か騒ぎがあったみたいだぜ。騒ぎ、うん、なんだよ。俺これで音楽放送聞いたんだけどさ、上野駅の地下で拳銃の発砲騒ぎがあったってニュースで言ってたんだよ。拳銃の？それが何？いや、まさか酒井のやつ妙な事件に巻き込まれたんじゃないだろうな。まさか。いや、ありえるかもな。とにかくただ事じゃないと思うよ。参ったな。もし酒井に何かあったら、少し俺たちにも責任があることだぜ。いや、俺は知らないよ。私だって知らないわよ。そりゃ俺だって知らないよ。ちょっと知らないよ。知らない。私も知らないよ。おい、どうする？どうするったって、私だって知らない。嘘みたい。それであなた家でする羽目になっちゃったわけ？笑うな。だっておかしいんだもん。それともおかしかない。でも、それじゃあ私にはむしろ感謝すべきよね。感謝？うん。だって私があなたに声をかけたおかげで、あなたはお友達からも面目を失わずに済んだってわけでしょ。そりゃそうだけど。だったら私があなたに少しぐらい協力を求めたっていいわけよね。ん？ごちそうさまでした。それじゃあ私の方の事情を説明するわ。おい、なんだそれ。びっくりした？当たり前じゃないか。銀行強盗でもやったのか？違うわよ、これは偽札なの。偽札？そう、全部じゃないわよ。この赤い紙で帯がしてあるのが本物。この本物だけでも400万はあるんだから。じゃあ、他全部偽札？うん。へえ、よくできてんな。誰か来るといけないから早くしまって、早く手伝って。これ君が作ったのか？まさか。じゃあ一体全体どういうことだよ。それは話すけど、どこから説明していいのか。大丈夫よ、多分父だわ。父？もし万が一父が尾行されてたら危ないから、あなたそのお金持ってどっかに隠れてて。ああ、素肌を願って、ベネルック基礎化粧品、聖なる人。風のように書きたい、せっせせっせ。風のように書きたい、せっせせっせ。風のように。三菱水星ボールペン、エクシード。豊かな泡と香りに揺れて、素肌はしっとりと潤い始めます。その美しさ、誰のため？サヴォン・ド・ビューティー、キャメイ。
真っ白い夢見ていますか。ホットカルピス。パパなの？そうだよ、早く開けなさい。大丈夫だよ。そうそうヘマばっかりやらないよ。君は？おう酒井と言います。こんにちは。ちょっとしたことで手伝ってもらったの。ダメじゃないか、そんなことしたら。でも彼のおかげであのバッグを手に入れることができたのよ。いや、それはそうだとしてもこの件に他人を巻き込んだりしちゃダメだよ。いや、あの、でも彼家出してるからどこにも行くところないのよね。だから平気なの。いや、家出ってそれはどんな事情があるかわからんが、ともかくこれまでのことはありがとう。しかしね、私たちのことに関わらない方があなたのためです。さあ、お引き取りください。これからどうなるかわからんの。他人を巻き込んだりしちゃいけません。いや、ね、あなたはいつまでもここにいちゃいけない。いつ奴らが現れるかもしれない。奴らって誰ですか？それを知ったらあなたの命の保証はできません。さあ、早くこのホテルを出なさい。緑、早くこの人にお引き取り願いなさい。さあ、早く。分かったわ。そういうことなの。だからもう帰っていいわ。いや、帰ってって言われたって。いいから帰ってよ。気にかかるよなあ。いや、ちょっと待ってくれよなあ。おい、お礼は言わないわよ。あなただって私に助けてもらったんだから。そんな、でもお前ちょっと。あ、なんだよ、勝手にしろよ。どなたって知らねえからな。ったくよ、なんて日だよ今日は。急に帰れって言われたってさ。はい、交換台でございますが。十二階にホテル嵐がいるよ。は？いいから早く誰かよこして、急いで。大きなこと言ってんだよ。男が二人来たんだよ。え、本当ですか？パパ、とうとうここまで追ってきたわ。よし、すぐここ出よう。はい、今支度します。あ、ちょっと待って、今出たら見つかっちゃうぜ。俺が様子見てくるから。そうしてくれる？じゃあここ動かないで。あ、すまないね。
いえ、任しておいてください。はい、あの角曲がって向こうに行きました。わかりました。よろしく。あ、そうだ、まだ下のロビーにいるかも。なさそうです。しかしどっか都内のホテルに潜んでるはずですよ。よし、次のホテル当たるんだ。はい。バカお前、いい加減にしろよ。じゃないか。見つかったらどうするんだよ。大丈夫よ、気をつけてるから。あなた一人じゃ心配だから見に来たの。何よ、お前もう行っちゃったみたいね。うん、早くセーフだ。あなたも結構役に立つじゃない。何よ。さあお部屋へ戻りましょう。可愛くないなあやつは。もうこうなったらこの酒井君にも力を借りるしかないと思うの。しかし緑な。だって私たちはもう顔を知られすぎですもの。これ以上動くのは危険だわ。いや、それはまあ、それはまあそうなんだがね。ねえ、協力してくれるでしょ。それとも尻尾を巻いて逃げ出す。尻尾なんかないもん。じゃあ協力してくれるわね、緑。だってそれしか方法ないんですもの。俺何でもやりますよ。こうなったら乗りかかった船ってやつです。そうよ、それでこそ男よ。君はいちいちうるさいんだよ。よしよし、わかった。それじゃあ申し訳ないがお願いすることにしよう。ええ、何でも言ってください。頼む。あ、その前に事情を説明しておかなくちゃね。まあ座ってくれ。はい。これ、このバッグの中身見たと思うんだが。びっくりしました。とても偽札とは思いませんね。実はこれは私の弟が作ったものなんだ。本当ですか。おじはもともと印刷工で、その方面では腕もいいし、とっても有名だったの。弟にとっては本物と見まごう偽札を作るということはまさに芸術以上のものだったんだ。いや、これはまさに芸術品ですよ。しかし弟にその気にさせたやつは悪者でね。弟の芸術心を煽って金はいくらでもあげるから、ぜひいいものを作ってくれ。おだてあげて資金をどんどん出した。それでおじはとうとうこの二冊を完成させちゃったの。しかし確かにこれは弟の残した最高傑作と言えるかもしれん。残した。おじは殺されたの。え、誰に。もちろんおじに資金を出してこの2冊を作らせた張本人によ。なんでだって仲間にしとけば後からいくらだって作らせることできるじゃない。やっと分かったのよ、自分が今何をしてるかってことが。つまりだね、ギャングたちの資金作りの手助けをしてるんだってことが分かったわけだよ。おじはだから協力を断ったんだわ、殺されると分かっていても。でも嫌となったらとことん頑張る人だったから。じゃあ殺されるのを承知で。そうです。おじは殺される前にこのバッグの入っているコインロッカーの鍵を封筒に入れて神戸にいる父のところに送ってきたの。神戸の。ああ、そ
そうか、あれがそのコインロッカーの鍵だったんだ。私は神戸で貿易会社を経営してるんだがね、どこでどう鍵つけたんだか妙な男たちがこれを奪い返しに現れたんだよ。その時私がゴルフのクラブでパーンって頭をぶん殴ってやったの。君が？そう、その時奪ったのがこれ。すごいでしょ。ま、君ならそれぐらいのことはやるわな。どういう意味よそれ。まあ、つまりね、わけはそういうことなの。はい、よくわかりました。で、これから何をすればいいんですかね。じゃあ、パパ、このお金を。そうだね、まずそうしてもらおうか。これをおばの家に届けてほしいの。うん、それぐらい簡単ですから任せてください。で、そのおばの家ってのはどこに。今から誘う。落ち着いて、夜になってから。どうして。実はね、君たちが上野へ行ってる間に私は弟のうちの様子を見に行ったんだ。そしたら妙な男たちが数人私たちが来るのを待ち構えているんだ。彼女たちは一歩も外へ出られない状態なんだよ。そっか。とにかく暗くなってから出かけましょう。うん、君も一緒に来るつもりか。そうよ、あなた一人じゃ心配だもの。いや、緑、それは第一、おばだってあなた一人だけじゃ信用しないわよ。そうかな。けどさ、これ送るだけだったら宅急便が何かで送ればいいんじゃないの。バカね、それじゃあおばの手に確実に届くかどうかわからないでしょ。男たちが見張ってるんだから。そうか。それに、なんとか無事に逃がしてあげたいじゃない。そうでしょ。まあな。まあなじゃないわよ、それぐらいわからないの。こっちがそんなことまで一瞬わかるかよ。運転手さん、そこを右に曲がって止めて。どこ行くの。こっちよ、バカ。バカバカ言うなって。あれがおばの家よ。すっげえ家だな。ご立派。もしかするとあの家も今度の事件に手放すかもしれないわ。もったいねえ。誰もいないみたいね。うん、裏へ回ってみましょう。おう。なんでな。何になったんだ。表。変ね、誰もいないわね。いいんじゃないの、人手不足でしょ。おかしくもない冗談言わないでよ。行くばっかりだな。悪かったね。あれ、行くよ。おかしいわね。おいおい、捕まっちゃったんじゃねえのか。本当にありがとう。逃げるにしたってお金がないんでどうしようかって悩んでたのよ。今は誰もいません。逃げるなら今のうちです。そう、今日も一日中ずっと表と裏にいたのよ。じゃあまた来るかもしれませんから早くした方がいいですよ。あの、この人は。あ、この人は私の助手みたいなものなんです。気にしないでください。はあ、それより早く支度してください。そうね。どうしたの、お母さん。あら、今
京子ちゃん、しばらく。みのりちゃん、元気だった？うん、よかった。こんばんは。やあら、ごめんなさい、娘の京子なの。京子、出かけるのよ、支度しなさい。信州のお友達のところにでも身を隠そうと思って。そうですか、気をつけて。さあ、はい、じゃあみどりちゃん、はい、気をつけて。みどりちゃんもね、はい、それじゃ。やれやれ、無事に済んだわね。うん、うまくいったみたいだね。じゃあコーヒーでも飲みに行きましょうか。コーヒー、何のんきなこと言ってんだよ。それどころじゃないでしょ。いいから素直にいらっしゃい。かわいくねえな。うちの子よっぽどいい。早く。はい。シュガーいくつ？ん？あ、三つ。そんなに？じゃあ二つ。あなた、ガールフレンドいるの？え？いや、まあそりゃいるよ。嘘。いるんだったら上野駅に一人でバッグ持って立ってるような数ないもん。だったら聞くなよ。そういう君こそボーイフレンドいるのかい？私は腐るほどいるわよ。腐るほどいんのか？じゃあ腐んのか？こんなぐちょ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 なっちゃうのか？嘘つけ。君みたいなな、生意気娘好きになるような男いるわけないじゃないけ。生意気娘とは何よ。悪かったよ、謝りますよ、言い過ぎました。ちょっとめめしいとこあるけど、あなたそう悪くないよね。そんな言い方君にされたかないよ。でも、かえって心配ね。何が？どうして見張りがいなかったのかなってこと。ああ、諦めたんだよ、きっと。バカね、そんな生優しい連中じゃないのよ。バカつうなっつったろ。でもきっと何かあったんだよ。そりゃ何かはあったろうさ。待って、あの連中がおばたちを見張ってたのは私とパパを捕まえるためだったはずよ。うん、そんなこと言ってたね。それなのにもう見張ってないってことはパパの居場所を知ったからなんだわ。え？大変。ほら、のんきにコーヒーなんか飲んでる場合じゃないでしょ。行こうよ。なんだよ、コーヒー飲もうっつったらそっちじゃねえか。いいから。分かったよ。エミナスよ、急いで。そう言ったってね、制限スピード以上は出せないよ。そんな、とにかく急いでよ。落ち着け。パパが危ないのよ、落ち着いてられる？すみません、できるだけ急いでください。ああ、わかった。いいから早く追いかけて。やだよ、降りてよ。これでも。お前、ちょっと無茶すんなって。いいから早く走らせて。もう早く。行きます行きます。黄金色の潮騒に似て、
人の心に寄せるさざ波。丸梅の商標で磨き抜かれた一枚一枚、送る人の香り伝えて、お歳暮は山本海苔店。ウキウキするのが私の趣味です。着てみてわかる円馬の毛皮。カーテンといえばシルキーカーテン、ブラインドといえば立川です。絹の光を普段着に、立川シルキーカーテン。立川。自然の爽やかな流れのように、私たちも自然なお通じを心がけたいものですね。でも慢性の便秘にはお休み前のコーラック、優しく作用してお目覚めの頃穏やかなお通じ。便秘にはピンクの小粒コーラック。どこ行くんだ。あんたたちギャング？失礼ね、ギャングはあっち。なんか知らないけど大変だね。ちょっとついていきます。アメラさんな、こういうのだってあんたこっちとら。分かった、元レーサー、短距離の選手。あんまり関係ないんじゃないの。ちょっと前見て前。もっとスピード出してよ。ああ、分かってるよ。ちゃったんじゃないか。そんな時間なかったはずよ。だったらどこ消えたんだよ。パパ殺されちゃうわ。大丈夫だよ、元気出せよ。だってだって あ、そうだ、あのバッグ。君のお父さんも男たちもあの時バッグなんて持ってなかったよ。そういえばそうだわ。きっとホテルの部屋のどこかに隠したんだよ。そうよ、きっとそうよ。だったら大丈夫だよ。金のありわしを言わない限り殺されるなんてことないだろう。そうだわ、ホテルに戻りましょう。
大変だと思って待ってたよ。悪いね。ありがとう。じゃあホテルに向かって。よし来た。あちゃー、連中も探したんだわ。うん、だけどきっと見つかんなかったんだろうな。だから君の栄一さん連れてかれちゃったんだよ。よほどうまい場所に隠したのね。あ、探してみましょう。無駄だよ。探せる範囲は奴らが探してるだろう。でもパパのことだからきっと私たちに手がかりを残してると思うわ。あ、あなた向こう探して。向こう。うん、探すったってよ。ねえ、これ見て。何？株式欄？君の親父さんつけたんじゃないの？パパにそんな趣味ないわ。でも変ね。何が？このつけ方よ、中途半端だし、ほら字の上にかかってるわ。うん、それで？裏かもしれない、裏。東大寺の大仏大掃除、なんだこれ？私にもわからないわ。とにかく金探そうよ。探すっちゃないだろう。そうね。わかりませんわ。私たちにはもうパパを探す方法も手段もないのね。うん、どうしたらいいの。どうしたら。おい、元気出せよ。元気な。な、よし、音楽でも聴くか。Down the street, it started raining suddenly. The raindrops affect the neon lights. The scene is pretty, just like you. But what happened to your smile? You're so quiet. What's wrong? As we stopped the red light, you just whispered goodbye. Late at night, it's raining hard. Your teardrops and the raindrops. You don't tell me anything. You keep saying goodbye. This romance between us is not for any tragedy. Don't tell me it's over now. There's no end for this love. To...When we're walking down the street, it started raining suddenly. The raindrops affect the neon lights. The scene is pretty, just like you. But what happened to... ダンス踊るのやめてよ。何かもっといい方法を考えてよ。考えてたってさ。男でしょ？もうちょっとしっかりしたらどうなのよ。冗談じゃないよ。君にそう言われる覚えはないからね。覚えの問題じゃないでしょ。君のそういう態度が頭にくるんだよ。女の子なら少しは素直に助けてくださいって言ったらどうなんだよ。そしたらこっちだって少しは気持ちよく、じゃあ助けてやろうってそういう気持ちになるんだよ。あなただって私に助けてもらったことあるでしょ。同じよ。ガブガブじゃない。こっ
じゃあ命かけてんだよ。オーバーなこと言わないでよ。誰があなたの命なんか奪うもんですか。可愛くない。だったら他の誰かに頼めばいいだろ。頼む。そうだわ、それよ。どれ。違うわよ、今あなたが言ったことよ。え、俺今なんて言ったっけ。頼むのよ、パパを探してもらうのよ。誰に。もちろんギャングによ。はあ。叔父に資金を出して偽札を作らせたのは里見という、表向きは建設会社を経営しているギャングのボスだったの。おう。でもその偽札を欲しがっているもう一つの組織がこのビルの中にあるの。松田といって、これも表向きは経営コンサルタントと言ってるけど、裏へ回れば里見と同じ穴のムジナってわけ。おお、なるへそ。その松田に今までの事情を話してやれば、偽札欲しさに必死にパパを探してくれるわ。けどそいつは危険な賭けだよ。危険でも何でも他に手はないわ。そうかな。それよりあなたはもういいわ。え？手を引いてちょうだい。死ぬのは私だけでたくさんだわ。バカなこと言うなって。え、あのな、君ね、今度そういうこと言ったらな、今度そういうこと言ったらプロポーズするからな。変な脅迫。言っちゃった。これはこれは、倉原のお嬢さんか。どういう風の吹き回しかね。やつらだ。今日は話したいことがあってきました。話？うん、そりゃ結構だ。しかしその若造誰か。私の友達です。こんにちは。一人じゃ心細かったってわけか。どうも。ところで父親どうした。知らないんですか。父は里見の部下たちにホテルから拉致されました。どこのホテルからだ。ホテルエミナースです。どこ探してんだてめえは。すいません、すぐ調査しろ。それで金は里見が持ってますか。いいえ。じゃあ君たちが。いいえ、わからないんです。ごまかしはよくないよ。本当にわからないんです。父がどこかに隠してそのまま捕まっちゃったんです。本当ですよ。もし僕たちが持ってんだったらこんなところへ来ませんよ。こんなところ。あ、いえ、こんなご立派なオフィスへは来ません。一応筋の通った説明だな。父を助けてください。私は父の命だけが大切なんです。父さえ助けてくれればあのお金はきっと渡しますから。それで俺のところに来たってわけか。しかしいざとなったら金をこっちに渡すのは渋られては困るからな。そんなことしないし。私はね、口約束は信用しない男なんだよ。私が人質になるわ。おい、もし父がお金の隠し場所を教えなければ私を殺すと言ってください。父はきっと話します。まずいよ。あなたは黙ってて。いいだろ、乗った。しかしもったいない女だな。このまま平凡な女房になって終わってしまうには惜しい女だ。どうも。どうだ、私の女にならんかね。不自由させよ。ちょっとあんだね。ちょっとやめてよ。どうしたんだ。居場所は分かりました。里見が持ってる小さな会社の冷凍倉庫に監禁されてるんです。冷凍倉庫。情報早いな。警戒は厳重なのか。武装したのが5、6人だそうです。よし、10人ほど選んで行ってこい。はい。ああ、ちょっと待った。この若いの連れて。俺、この人
人に何をさせる気？こっちはね、お前さんの父親の顔を知らんのだよ。言ってくれるね。ダメよ、危険だわ。いや、行くよ。俺だって男だ。俺のそばから離れんな。さてと、この中のどこにいるか探し出すのが骨だぜ。あの、なんだよ。これだからなんだよ。いや、パネルがありますよ。パネル？うん。これはどうした？いや、これはきっとこの中の冷凍室のランプですよ。ランプがついてるところは冷凍中ってことでしょ。だからなんだっつんだ。消すの早くね。だから監禁されてる部屋は冷凍するはずがないから、ランプの効いてるところにきっといるんじゃないかなと思って。ほら、301だけ聞いてますよ。きっとここでしょ。おい、お前、大学受験するのか？ええ、まあ一応。よし、東大受けろ。きっと合格する。まさか。おい、301だ、行くぞ。案内して出てこい。あそこ。くしょー、下だ。戦争だな、君。はい。私と里見は呼ば宿敵でね、いつかケリをつけなきゃならない相手なんだよ。分かるような気がします。君に里見を殺してもらいたいんだ。はあ？うちの身内は顔を知られてる。だから里見に近づくことはできない。君なら向こうも無警戒だし簡単にやれる。そん
むちゃくちゃですよ。これでやるんだ。ただし24時間以内にな。嫌ですって言ったら。わかるか。24時間以内に里見を殺さなかったらこの子は生きて再び君と会うことはできない。そんな汚いですね。これじゃ憲法違反ですよ。我々の憲法では正当な取引だよ。そんな。だからこういう人たちって嫌いですよ。パパが無事で戻ったらきっとこの仕返しはしてやるから。ねえ、なんだよ。もし万が一うまくやれたとして無事に帰れると思う？それはまあ無理だな。そんな簡単に言わないでよ。かわいそうだが社長の命令じゃ仕方ねえや。諦めろ。でももし僕が里見をやってで自分もやられちゃったら緑どうなんのかな。彼女のことは俺に任せとけ。え？おめえには命助けてもらったからな。その礼に彼女は必ず無事に返してやる。本当にだね。嘘じゃないね。任せた。じゃあしっかりな。ご親切にどうも。やるしかねえな。あれが里見か。ダメだ。これじゃ近づけないわ。どうしたもんすかね。このまま逃げちまおうかな。関係ねえもんな俺。でもな、そんなことしたら緑のやつだな。あの人何してんのかしら。本当にもう役立たずなんだから。くそ、なんでこんなことになっちゃったんだよ。またお洗濯か。色あせよ、型崩れが心配だな。そこで中性洗剤モノゲンユニ。普通の洗剤は刺激の強い成分を含んでいますが、ユニは中性でデリケートな衣類でも
縮み、色褪せ、型崩れの心配がありません。この洗い上がりが嬉しいね。任せて安心、モノゲンユニ。俺やりたいことやめらんないし、やりたいことがなくなったら今の俺つまんなくなっちゃう。しぼみたくないもん。だから今の俺欲求満タン。強いカード、日本審判のクレジットカード。夢見ていますか？ホットカルピス。先生、私に隠し事してません？いや。これ何？赤い箱のビックスドロップが出たっての隠してたんでしょう。時期を見て話そうとは思ってたんだけどね。喉の薬ビックスドロップ、ワイルドチェリーも仲間入り。ここまでの放送は日本ビックス、カルピス食品、 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここからの放送はエステー科学、エーザイ、株式会社パロマとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうすりゃいいんだ。そうだ、こうなったら思い切って言っちゃってやるか。はい、里見建設でございます。おい、こら、よく聞け。今そこに爆弾仕掛けたからな。何ですって？今から5分後にドカーンといてまうで。まあ逃げるんやったら今のうちやな。社長室、社長室8階。早く逃げてください。いいか、落ち着け。
ですが社長。いいか、この俺がこんなことで泡を食って逃げ出せるか。しかしもし本当に爆弾仕掛けてたら。逃げんとは言っとらんよ、あと2分あるだろ。5分と言っても正確とは限りません。あった、一か八かやってやる。あの子だ。さあ急いでください。分かった分かった。こんなところで。あなたこそ。え、じゃあ逃げる途中でお母さんあの里見に捕まっちゃったのか。ええ、お母さんやっと私だけを逃がしてくれたんだけど、自分は里見たちに。そうか、それで里見に殺そうと思ったんだ。ええ。でもそんなことしたらお母さん大変だぞ。だってどうしていいか分からなかったんですもの。それは気持ちは分かるけどさ。そうか、そっちもそんなことになったんだ。でも緑さんまでが松田の人質にされてるなんて。そうなんだよ、24時間以内に里見殺さねえと彼女まで殺されちゃうかもしれないんだよ。何もかもお父さんが偽札なんか作るからいけないんだわ。今そんなこと言ったって仕方ないってな。そうだけど、ともかくこうなったら松田から彼女で、里美から君のお母さん助け出さなくちゃな。でもどうやって。それが問題なんですよ。私何でもします。おっしゃってくれたら何でもします。何でも言ってください。彼女も君みたいならな。はい、あ、いや、こっちのことこっちのこと。そうだな。娘じゃねえか。母さん返して返して返して。黙らせて車へ乗せろ。ところで君、助かった、ありがとう。あ、いえいえ、どういたしまして。あれ、お前確か騒ぎの時にエレベーターのところで。はい、あの里見さんにお会いしたいと思いまして。私に。おお、君は私の名前まで知ってるのか。はい、あのお願いします、僕を使ってください。使う、私の下で働きたいってのか。はい、あの僕は以前から里見さんに憧れていました。お願いします、何でもやります、僕を使ってください。で君いくつだ。18、いやちょうど20歳です。よかろう。ありがとうございます。ですが社長。いいんだ、君はなかなか見どころがありそうだな。とにかく車に乗ってまい。うっす、うっす、うっす。ごめんな、しばらくの辛抱だからな。
峰はこの子の見張り役をやってもらおうか。はい、頑張ります。に置いといたシャルダンステンドがどうしてここにあるのかしら。あ、あれどうしてかな。ひよしくん。シャルダンステンド、優しい香りがお部屋を彩ります。わあ、ひよしくんのお部屋いい匂い。シャルダンステンド、暮らし爽やかエステー科学です。エーザイのスカイナー鼻炎用カプセルはくしゃみ、鼻水、鼻づまりによく効きます。粘膜の炎症を鎮め、鼻の通りを良くする塩化リゾチーム配合。早く溶ける顆粒とゆっくり溶ける顆粒が入って朝夕1カプセル。くしゃみ、鼻水、鼻づまりにスカイナー鼻炎用カプセル、エーザイです。今マクドナルドはボーナスポテト、揚げたての熱々マックフライポテト、長くてコリコリ、ポテトが美味しい秋だからボーナスポテトになりました。いつものラージサイズより3割多い、今がお得な食べ頃です。ボーナスポテト、こんなにたっぷり、お値段そのまま。美味しい笑顔、マクドナルド。華やかに登場の今度のパロマガステーブルは、立ち消え安全装置でガスを素早くカット、もちろんワンプッシュ点火でお手間をカット。さらにセーフティーマーク普及キャンペーンを記念して、お値段カットカットで23万。パロマガステーブル、さあカーに行こ。セーフティーパロマ。へえ、こんな近くあったんですね。まあ、もっぱら換気用に使ってんだ。おい、暗いから足元気をつけろ。はい。この子で客は2人目だ。もう一人いるんですか。うん、まあ、この娘の母親がな。なるほど。この野郎、また居眠りして。おい、行くよ。あ、兄貴、居眠りしてて見張りが務まるようなバカだれが。しかし、すいません。お、客だ。早くドア開けろって言うんだ。はい、はい、早くしろ。どうぞ、どうぞ。京子、京子、あの おい、え、お前お目目とかしたか。あ、これ癖なんですよ。あ、そうか。おい、はい、寝るなよ。はい、じゃしっかりな。はい、頑張ります。おい、お前仕入りか。え、まあそんなとこですかね。あ、か、なんか関係な。え、僕座んな。あ、どうもすいません。いっぱい行くか。いいや、結構です。そうか。ありな。あ、もう眠くていけねえよな、俺。あ、うん、じゃあ、どうぞお休みくださいね。バカ、冗談じゃねえよ。また兄貴にぶっ飛ばされちゃうじゃねえかよ。来たら起こしますよ。そう、本当？約束します。お前なんかいいやつ見ててな。よくわかります。じゃあ頼もうかな。何しろ昨夜よ、徹夜麻雀だったからよ。お前眠くていけねえんだな。うん、うん、おい、誰か氷持ってこい。おい、誰もいないのか。あっ、社長、社長、社長、どうしました社長。しかし社長、thank you.
待ちな。さあ、あとは僕に任せて。早く逃げて。でも。いいから早く。あなた置いていけません。そんなこと言ってないで早く。お前も行きなよ。え？いいからさっさと行きな。でもどうして？社長が死んじまったんだよ。え？里見社長が？ああ。人の運命なんてのは分からねえよな。殺されたんだ。いやそうじゃねえ。この階段から転げ落っこってさ、首の骨折って一巻の終わりだ。でも他の人たちは？後釜を誰にするかで大騒ぎよ。誰も社長のことなんて構っちゃいねえや。義理も人情も地に落ちたぜ。で、あんた何やってんの？俺？俺は葬儀屋を待ってんだよ。せめて弔いぐらいはと思ってよ。へえ、あんた義理がたいんだね。いいから早く行け。でねえとみんな戻ってくるぞ。もう大丈夫でしょう。ありがとう、助かった。本当にありがとうございました。いえいえ、運が良かっただけですよ。うん、あなたのおかげよ。本当、あなたのおかげです。いや、サダイ、次は彼女を助けるから。私も手伝いします。私もできることがあれば。いえ、相手が悪すぎます。おばさんたちはこのまま逃げてください。後のことは僕に任せてください。え、あなたが里見を殺した？そうか。あの里見が君のような若造に階段から突き落とされて地獄へ落ちたか。その愉快だ。いや、しかしよくやった。褒めてやる。はい。あなたバカよ。ってことしたのよ。いや。だからそれは。こんな男にそそのかされて人殺しをするなんて本当にバカよ。いや、だからそれはね。いくら私たちのためだからって人殺しまでするなんてどうしたらいいのよ。あなたにそんなことまでさせちゃって私たち一体どうしたらいいっていうの。本当にバカよ。あなた大バカよ。だから違うんだよ。何が違うの？そうだ、何が違うんだ？いや、何も違いませんよ。ああ、もういい。ともかく里見が死んだんなら万歳だ。おい、一杯やらんか。そんなことより約束ですよ。彼女解放してください。解放？私はそんな約束した覚えはないよ。そんな、汚えな。え？だからあなたはバカだって言うのよ。バカだバカだってね、君うるさいんだよ。何がよ。おら、静かにせんか。それより彼女の父親はどうしたかだ。父親？大方同じ屋敷内に監禁されていたはずだ。そんなこと考えてもみなかったな。いや、無理もねえよな。里見を殺すっていう大役を背負ってたんだから。ほんとバカね、俺って。よし、白井、すぐに全員集めろ。今頃は親玉を失って大混乱のはずだ。そこを一気に襲撃してこの子の父親連れ戻すんだ。はい、わかりました。待て、この坊やも役に立つぞ。連れて行け。は？そんな、ダメです。これ以上この人を巻き込まないで。社長の命令だ、参ろう。坂井君、大丈夫だよ、心配するなって。君のお父さんはきっと無事に連れて帰るよ。さあ来い、来るんだ。坂井君。
地域の文化を受け継いでいく、地域に根付いた活動をしていく、若い人だからできる大事な仕事の一つですね。人との触れ合いも深まるし、他の世代の人たちの考え方も分かってくる。頑張ってくださいね。おいしい会話をお届けします。ビスケットでチョコを挟んだブルボンエブリバーガー新発売。サクッと軽いウェハースのチョコスティック、ブルボンピックル。もうご存知でしょうか。パロマのセーフティーマーク。このマークは万が一の立ち消えにも安全を守るガステーブル、ガス炊飯器、そして不完全燃焼する前にガスをカットする湯沸かし器などについています。時代を先取りし、安全にいち早く応えるパロマ。ガス器具はこのマークを目印にお求めください。セーフティーパロマ。人殺すとはよ、頭バカじゃねえ。度胸もなかなかだ。いや、そんなことないけどよ、お前もこれで東大受けるどころか、この世界から足洗えなくなっちまったぜ。使えないもん。いいから隠しとけって。いざっちゅう時に見守るんだ。いざって時って、何しろでかい喧嘩だ。俺にもしものことがあったら、お前助けてやれるやつ誰もいなくなっちまうからよ。静かだな。誰もいないんじゃないの。よし、一挙に踏み込むか。一挙に。お前は合図があるまでここにいろ。いいな、よし行くぞ。早く開けこれ。いや、知らないんですよ。知らねえわけねえろ。あずじゃねえ、番してただけなんですから。ねえんじゃねえぞ、こんなやつ。ねえ、ちょっと、一体どうしたの。どうしたもこうしたも、ここにいたのこいつ取るよ。え、あ、おめえ。うん。あ、で、倉原さんは。心配すんな、今連れてくる。倉原さん。ああ、君か。大丈夫でしたか。いや、大丈夫だけど、緑は。ええ、まあ、元気なのは元気なんですけど。え、俺は松田のとこのもんだ。松田の。ええ、
あの後いろいろとありましてこういうことになっちゃったんです。やられたって。何？本当？どうやら里見の後釜についた野郎が一気に俺たちを潰そうと図ったらしいです。なんとかって。で、彼女は？そんなことは知らねえよ。それどういうことなんだ。参ったな。兄貴どうしよう。バカ野郎、こうなったら敵討つんだ。敵？奴ら切ったここへ戻ってくる。待ち伏せで社長の敵討とうじゃねえかな。あ、いや、でもそれは。なんだよ。そうですよ、何も好んで死ななくたって。バカ野郎、お前らそれで男か。何も死んだ後まで義理立てすることはないですよ。何？俺もそう思うな。おめえ、なんてこと言うんだ。おい、早いとこずらかろうぜ。やべえよ。やつら戻ったら面倒だよ。すいません、すいません、すいません。坂田、ちくしょう、なんてやつらだ。どうすんの。仕方ねえ、一人で社長の敵討ちだ。そんな、殺されちゃうよ。それも仕方ねえ、それがこの世界の辛いとこだよ。あいつら義理も人情もねえクズ野郎だ。映画の世界じゃないんだからさ、あんたも早く逃げた方がいいと思う。大きなお世話だよ。おめえこそこの男連れて早く逃げろ。いや、でもいいから早く逃げろ。出ねえって奴らもそろそろ戻ってくるぞ。ねえ、警察呼ぼう。いいから早く行け。ごちゃごちゃ言ってるとぶっ殺すぞ。分かった、分かったよ。君、そうだ、あんた。そうしよう、君。じゃあ。おい、年上な、東大合格になってるぞ。あの、俺はどうなるんでしょうか。てめえはここで俺と死ぬんだ。そんな。隠れろ。いいか、行ってるから逃げろ。あの人も死なずに済むな。こんなところに隠してあったんですか。やっぱりパパはすごいわ。
ちゃんとお前にヒントをあげたじゃないか。え、大仏の大掃除、あれがヒント？大掃除の時ってのはほら、畳をこうあげるでしょ、みんな。うち板張りだもんな。え、パパ、神戸のうちもほら、板張りじゃない。そうだっけ？いや、昔は。違うわよ、ほんとにパパは古いんだから。で、これからどうするんですか？うん、警察へこれ全部届けようと思う。警察？え、でもおばさまたち犯罪者の家族だからって辛い目に遭うんだろうな。それはそうだが、きっと分かってくれるよ。そうね、おばさまも京子ちゃんもしっかり者だもんね。うん、じゃあ、まあ、とにかくこれ拾い集めましょうか。ああ、頼みます。あ、そういえばほら、この中にまだ本物が混じってるじゃない。ああ、いやいや、急いだんでみんな一緒くたにここ置いちゃった。へえ、じゃあ何ですか、これ全部今から調べ直すんですか？そりゃ大変ですよ、パパ。パパ？勘弁してくれよ。だからみんなのカンパしてくれた金はさ、ちゃんとアルバイトして返すよ。本当？本当だよ。じゃあギャングにでもなって返すよ。絶対だな。分かった、本当だよ。だから今回は勘弁してくれよな。悪かった。よし、返せよ。返せよ。おお、真珠のやり直しか。何を言ってんだよ。あ、なかなか言うなよ。ありがとう、本当に感謝してるわ。いいよ。でもよかったわ、あなたが里美を殺したんじゃなくて。あの時はそういうしかなかったの。あなたには本当に勝手なことばかり言って本当にごめんなさい。おいおいおい、急に塩らしいこと言うなよ。そうか、でも神戸帰っちゃうのか。でも楽しかったわ。なんだかこのままさよならなんて言いたくなくなっちゃった。なんかすごく寂しい気分になっちゃった。おい、そういうこと言うなよ。俺こういう時にそういうこと言われると弱いんだよ。あんた泣いてんの？え？いや。バカね。バカバカって言うなっつったろ。ごめんなさい。また会えるわよね。ああ、その気になりゃ神戸なんてすぐ近くさ。うん、そろそろ行かないと父が待ってるから。それじゃな。Street you would never know. One
face from another. Only strangers on the back streets of Tokyo.